みちおかずくです。今日は奈良公園の鹿の代わりに北海道ニセコのダチョウ牧場でダチョウに餌をあげたいと思います。初めてだね。どう？怖い？でもさ、ダチョウってさ、目玉よりも脳みその方がちっちゃいんでしょ。そう？よく言うじゃん。よく言うの？残念な生き物とかで乗ってるでしょ。そうなの。じゃあ早速近づいて見に行ってみようか。うん、はい、行きましょう。ね、餌買ってね。レッツゴー。ゴー。餌どこで買うんだろう。そこそこ。あ、待ってる。ダチョウさんめっちゃ待ってる。ダチョウのおやつ1袋100円、指輪、時計、ボタン、メガネ、帽子などつきますのでご注意ください。大丈夫？大丈夫。ない。ここにお金、え、お金どこだ。ここに入れるの。いい？ここに入れて。何を噛むの？はい、お金入れて。何を噛むの？帽子。帽子と何？ここから。メガネ。何を噛むの？帽子と何？ここから。あ、それか。すごいなんか大きいんだね。ダチョウの餌。何入ってるの？あれ。待って。すごい速いよ、走るの。めっちゃダッシュだよ。もう全員行っちゃったよ、しかも。せっかく餌買ったのにね。ここに置くとつついて食べてくれるんじゃない。じゃあここに出しちゃおっか。だってどっちみちさ、手であげれるやつじゃないから、ここにジャーって出しちゃう。これがダチョウさんの餌です。こっちで、こっち。ダチョウさん、おいで。誰もいないとこ行ってる。警戒心が強いのかな。あ、来た。さあ、あんなの餌食べてくれるかな。あー、食べてくれた。こうやって食べるんだ。こんなん。え、なんで。やんないの？怖いの？やんないの？こんなんやっといて。なんで。一人で食べ放題。ねえ。見てた。なんか警戒心が強いよ。なんだその棒がって思ってるんじゃない？こんな棒。こんなんやっといて。なんで一人で食べ放題。ねえ、なんか警戒心が強いよ。なんだその棒場って思ってんじゃない？この子。パパさんから逃げてるよ。ねえ、やめて、逃げちゃう。おいで。あの、シャカシャカシャカって。シャカ。おお、すごいなんか、太っ腹だね。できた。ダメなんだってば、パパの棒があるから。ねえ、こんなその、この葉そんな怯えてんの。羽広げてきたね。おーい、手あげてんの。おーい、ほら手あげてる。おーい。来た。食べ終わったらもうあなたたち用済み。バイバイ。どう、ダチョウさん、お目綺麗だね。うん。思ったより首が細い。どう？なんか木みたい。首の部分。首が木？何それ？お腹空いてる。めちゃくちゃ。もういいんだよね。あれ、これ大吉だったんだよ、ほら。本当だ。そんな、おみくじ機能付きだったんですよ。もうないよ。この葉が最初嫌がってた。うんち黒。うんち真っ黒？あ、ほんとだ。ダチョウさんのうんち真っ黒だね。トウモロコシ食べてんのに。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。取れてなかったかな。一番食べてたね。